10年後、レアアースデイを日本が中心に採掘生成レアアース最終製品だけでなく中間製品も輸出し、世界が日本をリスペクト。皆さん、10年後の日本、世界を体感するコーナーにようこそ。なお1分33秒部分で重要なお知らせがありますので、期待しながら続けてご視聴願います。今回は10年後レアアースデイを日本が中心に採掘生成レアアース最終製品だけでなく中間製品も輸出し世界が日本をリスペクトをまとめました。一始めに、最近貿易に経済安全保障を考慮すべき事項が増えてきました。米国、オランダ、日本は中国への先端半導体及び周辺設備が軍事転用されているので輸出規制を強化しています。中国は対抗して、半導体関連では8月に主に半導体に使用するレアメタルの輸出規制を発動。 EU は経済安全保障の確保を理由に、域内での EV の供給を EU 製の EV に限定しようとしつつあります。中国は対抗して、 EV 関連では10月20日に EV 用リチウム電池の負極材である黒鉛の輸出規制を発動。世界は経済において何かにつけ理由をつけて囲い込み、自国優先へと流れています。今回は経済安全保障に関係する各種レアメタルを含有するレアアースデイについてまとめました。2重要なお知らせ。結論を先に言いますと、南鳥島沖の経済水域内の海底に大量のレアアースデイが存在し、中国で産出している資源に比べてトリウム、ウランを含有しないクリーンな資源であることを確認している。また含有量も 7000ppm と濃縮されているので、生成も容易であることが確認されています。このレアアースデイを再来年の1月から3月に本格的にテスト採掘を実施します。順調に技術的課題をクリアすると、南鳥島でレアアースの生成工場を設立。陽泥による不要な泥は埋め立てに使用し、島面積の拡大、大きな港を造成し、本土へ生成済みレアアースを輸送するターミナルとなる。10年後には年間100万トンのレアアースを生産し、生成工場輸送用港湾施設輸送本土での最終製品製造販売で10兆円以上の GDP 押し上げ効果推定。なお試案では日本は独り占めするような国ではないので、積極的に最終製品の輸出だけでなく中間製品の輸出も実施していくので、その後年間200万トンのレアアースを生産しに10兆円以上 GDP への寄与率 3% 以上へと拡大するのも夢ではないと思われます。ではその根拠を説明しますので、最後までお付き合いください。3内容。1レアアース元素別の用途使用先、例使用用途使用レアアース、ネオジム磁石、ネオジムジスプロシウム、 LED セリウム、ユーロピウム、レーザーイットリウム、ネオジム水素球造、合金ランタン、研磨剤セリウム、光学ガラスランタン、固体電解質イットリウム、スカンジウム触媒処理セリウム、触媒合成イットリウム、ネオジム触媒製造、ネオジム造影剤、ガドリニウム軽量高強度、合金スカンジウム。なんとレアアースは先端産業に多用されているかが一目でわかります。今後もレアアースの用途は広がるでしょう。2レアアース泥関連年表。年月内容。2011年新資源レアアース泥発見。2012年ハワイタヒチに陸上資源量の1000倍のレアアース資源を発見。2013年南鳥島に高濃度レアアースデイを発見。 7000ppm トリウム、ウラン含有のないクリーンな資源で生成が容易である。2018年レアアースデイの資源分布可視化達成。南鳥島の100平方キロメートル 10km×10km 部分だけで日本使用量の400年分という莫大な量。ハイドロサイクロン方式で流形先行すると効率化可能。 18% 含有品。2020年なぜ南鳥島付近で濃縮されているのか理由解明。3400万年前に海流が劇的に変化、温暖気候から寒冷化し、海流が速くなるにより魚の歯骨を含んだ泥が移動し、南鳥島付近の海底山にぶつかりとどまって濃縮化された。2020年8月23日日経26面。南鳥島の海底5600メートルからはエアリフトで陽泥する計画。
2014年東京大学レアアース泥開発推進コンソーシアム発足14社、2020年9月国家戦略採掘から最終製品ものづくりまでのサプライチェーン構築コンソーシアムは34社機関含むになる。採掘三井海洋開発深田サルベージ鹿島 IHI 製錬 JX 金属三井金属工業輸送日本郵船川崎汽船商船三井製品製造日本製鉄昭和電工使用トヨタ IHI 信越化学 TDK レアアース泥開発関連は東大加藤泰造チームが中心に実施している。三東大加藤康弘チームの海の鉱物資源の科学と工学の新展開レアアース基礎研究状況研究機関研究費成果第1回研究2010年から2013年 1.2 億円1レアース泥発見に南鳥島付近が有望3レアース泥開発の政策提言と予算取り第2回研究2015年から2019年 1.5 億円1レアース泥の発生メカニズム解明2レアース泥分布の可視化と先行手法確立3国主導のレアース泥用泥技術開発開始第3回研究2020年から2024年 1.6 億円1海洋の資源メカニズム解析2海洋資源の全解析3蒸気1、2の定量的解明加藤泰造チームでの研究助成金による成果が非常にあることが判明4レアアース泥開発の直近スケジュール10月21日日本政府は日本最東端の南鳥島沖の海底で確認されているレアアース輝土類について令和6年度中に試掘を始める方向で調整に入った具体的には2025年1月3月に水深5600メートルの海底から採掘する予定数々の技術的ブレイクスルーをしながら今日までこぎつけたといえる今後も数々のブレイクスルーで技術的課題を乗り越えねばならないが日本の総合技術で打破されることを祈っています4エンディング現在世界は変動期の真っ最中ですウクライナ戦争だけでなく中東での出来事も人事ではありません G7 議長国日本を除いたグループだけで声明を出すという異常事態も発生しております日本のアイデンティティを強くさせるためにも技術立国日本、ものづくり日本という立場を広く世界に示し世界への貢献をすることで世界は日本をリスペクトするでしょう日本だけが良ければ良いという精神は日本にありません日本にあるのはウィンウィンで日本が良くなれば世界が同時に良くなるという世界共有が日本の根幹の精神だと思います何はともあれレアアース泥関連が順調に進捗しまた一つの日本へのリスペクトが世界に浸透することを祈りますなお参考コンテンツチャンネル東大 TVUT 沖 TV コンテンツ加藤康弘日本のハイテク産業を支える海底に眠るレアアース第19回東大テクノサイエンスカフェプロジェクト東大南鳥島レアアース泥を開発して日本の未来を開くアドレスプロジェクト寄付先ご最後に当チャンネルはより良い日本の未来創造を願ってをテーマで発信しております日本の未来創造とはウィンウィンで進めますので世界の未来も当然明るいです取り上げるべき、取り上げてほしいテーマ、何か意見がありましたら、コメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの人生がより豊かになることを願っています。では、また次回の動画でお会いしましょう。